京平ダンスビギョン私たち住んでた、はい、一緒に住んでますね。住んでないのがリボン、はい、月、正義、正義が最近引っ越したわけですよ。あ、引っ越したね。俺最近めちゃくちゃ待っててさ、ちょっとチラッとね、正義のスニーカーどんかなって、はい、うん、バカやめる、ブワーって。ほんま足何本あって。今日は我らがスニーカーゲラスとして、はいはい、押しかけて取ってしまおうと。なるほど、よっしゃあんだけだるそうな顔しててもね、カメラ向けてブワーっていけば、うん、いけるっしょさ。そうや、押しかけてみて、押しかけりゃいいんだけど、うん、はい、じゃあ行きますか、行きますか、行きましょう。押してるぞ、押してるぞ、押してるぞ。スニーカー警察です。開けろ。はい、よし、入れ、よし、入れ、よし、入れ、入れ、すぐ入れ。スニーカー警察です。スニーカー警察です。何スニーカー警察って。はい、スニーカー警察。あ、どうも、我々スニーカー警察です。先生、何しに来た。スニーカー買いすぎ剤が出てる。あ、ちょっと匂ってるね、これ。警察犬出てきたわ。これスニーカー匂ってる。ガルフィーだ、警察ガルフィー。ここ怪しいな。そこに靴あるの知ってるやん。これはやってますよ。これはうわ、これはやってる。絶対これすごい。これやばい。これ絶対すごいと思う。これやばい。そうじゃなくて、何しに来たの。このスニーカーいくらなんだろうと思ったよ。実際当ててみようと思ったんだよね。で来たと、ここに。勝手に来るのおもろいし。勝手に来るって言っちゃおもろいかもしれない。運命を罰ゲームやるって。まあ、そうですね。もうね、見て、悪い顔してる。こういう反応待ってんだ。キャラクターの力なんだ。お前、いつもなんだろう。違う。もう間違えてる。だいたいね、平均した額5万はいってる。どれかがめっちゃ高くて、どれかがめっちゃ安い。まあ、それもあるね。まあ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 。で、5万円の靴を買ってもらった。一番金額の差があったから。うわー、5万円以上。まあ一番靴を見極めれてない人っていう意味だからね。まあまあダサいっていう。確かに。これが2万ぐらい。2万5千、4万。おお。これはあのリスナーさんにもらったジョーダンのゲータレードコラボです。やば。あ、じゃあ2個いってもらおうか。これはもう必須で2個の差額出せる。なるほど。目立ってんなと思ったらこれなんですよ。こちら、こちら。ザノティ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 さんですね。え、三大靴じゃなかった。そうですね、まあルフタンザノッティジミーチューさん。ああ、もうそうくるか。じゃあこれちらの予想金額を言ってもらいましょう。10万3000円。10万3000円。わかりました。こちらすごいよ、これ相当よ。18万7000円。18万7000円。うわー、いや、そんな行くんかな。うん、それ行くよ。まあ、これかな。ああ、なんかこれは履いてるの見たことあるね。こちらも大事な大事なリスナーの方がいただきました。おお、めっちゃ喜んでたもんね。ゲータレードですか。ゲータレードコラボの色違いです。いくらだと思いますか。4万5000円。これずるいな。これさっきで何聞いてたもんだもん。お前マジ、お前ほんでお前行くことあるの。これ何、ヤバいの手出したかもしれません。うわ、これ見たことない。俺も皆さん大好きレブロンジェームズ。うわ、レブロン。さあ、さあ乗りづらいぞ。いくらでしょうか。意外と安いですね。お、4万5000円。ルブタン。うわ、あ、どうぞ森さん。ヤバくない。カメラの皆さん、これヤバいね。これええとこのマンションの床やん。24万5000円。いっちゃん先生が。さあ、お前ヤバい、いっちゃんヤバい。いや、言うて俺も結構靴に金かけてるって。あ、そうだ。これいきますか。これこれダメじゃない。それ食べていいの。お前こすいな。こすい、これ一番危ねえんだよ。俺一番危ねえ。ええな、タイミングだこれ。おしゃれすぎるんだよ。ナイキなんですけど、一応3万2000円ですね。これ本当わかんない。これ本当にやばい。これ今んとこ18万と24万。1万5000円でオッケー。次なわけねえだろ。21万。よし、スニーカー芸人最近すごい頑張ってきた。これ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 、もちろんあとシュプリームですね、これね。シュプリームカバーですよ。知ってますね。ナイキのシュプリームカバーです。ここに書いてある。で、ここシュプリーム。あ、ほんまや。本当だ。うわ、本当だ。一発で履いてないのが分かる。値札がついてる。これも入ってる。8万3000円。これ8万3000円。最終関門ルブタンですね。いや、もうでも俺分かるけどね。19万3000円だろ。19万3000円。お前また買いたいっとるやないか。結果発表はお車でいたしました。おお、お前らずるいよな、間取るのな。ね、俺先頭張って。で、俺2回目もっと上行って、その間なんか攻めてきた。じゃあ、間取るとかじゃなくて、その靴がこの値段だなって本当に思った。そう、統計結果出ました。1位からジャンプしましょう。1位とビリだけ発表。よっしゃ、来い。差額
1位、はい、大輝選手、シュアーシュアー、俺なんですよ、やっぱりこういうね、センスあるからさ、ガムッティがまず被ってないんで、まあ、料金発表します。大輝は10万3000円と予想します。大体、はい、僕が買ったのが7万5000円で、おぉ3万ぐらいしかないですよね。3万あったんだ。でもその代わりルブタンがもうほぼニアピン、あーなるほど、もう5000円ぐらいしか差がなかった。あれっていうことは、ビリの方、ノリさん、ノリさんの予想がルブタンが24万5000円、レブロンが4万5000円、はい、あのレブロン実は訳ありというかなんか残ってたみたいなやつで2万だった。嘘でしょ。え、でもやっぱ安いっていう予想は合ってたんです。そうそう、それでももう2万5000円間違えてまして、であのルブタンがね実際18万いくらだった。うわ、でもそれだけで6万オーバーの出費、合計8万のミスでノリさんがビリとなってまいりました。やっぱのインスタ1位の方がそれだとちょっとダメですから、恥ずかしいよね。ビリたちがここずつバカに攻撃がします。同じメンバーと泥から手を、まあ、チナあんなどうやってた京平さんがビリ2なんです。いや、ちょっと、どうして8万5000円予想して、あれ実際4万もしないぐらい、5万ぐらいミスって、靴はサブチャンネルで紹介してもらうとして、はいはい、サブちゃんのチェックもよろしくお願いします。とりあえずもう家くんのやめてもらっていいですか。え気になったら来ますよ。いや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 、警察なんだ、あんたたちが一人暮らししたら俺もう毎日来るぞ。想像掴む覚悟でぶっかまれ、笑ってる奴ら蹴飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ、 Yeah yeah yeah。